どうもこんばんは。いや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 、もう7月ももう、15ですか。15ですね。皆さんこんばんは。暑い。もうすごい今日暑かったですね。暑いですね。うん。ね、もうすっかり夏。収録日が5月なんで全く気温は分かりませんけど、その時の。どうですか、カマさん、慣れました？もうだいぶ、まあ、そうですね、もう何本も収録しましたから慣れましたよね。そうですね、楽しいです、楽しい、非常に今日も楽しいお客様来てくれております、はい、ゲストのご紹介お願いします。はい、それでは今日お越しいただいたゲストの方を、ご紹介します。バクステ外神田1丁目の、白石由紀さん、宮野ねりさん、そして2レンジャーの川田あずみさんです。よろしくお願いします。ということでバックステさん、はい、僕ね、白石さんはね、はい、以前ちょっと、はい、アイドル MC 芸人を集めてトークライブをしたんですよ、うん、その時に、はい、ゲストでね、はい、出ていただきまして、はい、いやー、バックステにはすごい人がいるんだなと、バケモンみたいなやつが来たなと。あ、恐縮です、ありがとうございます。決して褒めてるわけではないんですけども、ちょっと今悪口でしたもんね。あれね、それ気づかない子なんですよ、白石さんは。白石さんね。そして、宮野さん。はい、宮野ねりです。ねりってまたすごい名前ですけど、珍しいですね。すごい可愛いかなって思ってつけたんで。あ、はい、芸名の方です、どちらかというと、はい、ねりって何から取ったんですか。ねり、中学校からのあだ名だったので。はい、中学でねりってつける、ねり消しばっかりなんかしてたとか。懐かしいですね。そんな地味な子ではなかったです。これ、ちょっと待って、声どうした。きつめの先行ったやろ今日。結構たしなみがちなので、ちょっと酒焼け。いや、酒焼けじゃないです。地声。地声です。おぎゃーと生まれたその日からこの声でさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ねりさん、なんて呼ばれてます。宮野って呼ばれてます。あ、名字、ねりっていう名前をつけたにもかかわらず宮野って呼ばれてる。宮野って呼ばれてます。クラスに一人はいる名字で呼ばれる系の女子ですね。あ、ちょっと説明が分かりづらいですけど、申し訳ありません。バックステさん、僕ね、あんまりそんな詳しくないですし、その、はい、ね、今まで絡ましてもらったことも少ないので、はい、ちょっとそれで今日は2レンジャーの安住さんに来てもらったんですけど、どうも、バックステ博士でございます。はい、博士。安住さんは、どういう関係ですか、バックステさんとは。バックステ外神田1丁目は、まあ、グループ名なんですけど、はい、秋葉原バックステージパスっていう、秋葉原にカフェがあるんですよ、うんうんうん、アイドル育成型エンターテインメントカフェっていうカフェがありまして、うん、そこで、まあ、ステージが常設されてるカフェなんです。なるほど。だからみんな、ここにいる宮野さんと白石さんは歌って踊ることもするし、カフェの店員さんとしても働いてるんですよ、普通に。そう、はい、注文取ったりコーヒー出したりもするってことですね。全然やってます、はい、あれですか、いわゆるメイドカフェ的なことですか。まあ、アイドルカフェですね、言ったら。アイドル育成型エンターテインメントカフェで、そのステージの司会を約今5年半やらせていただいてるんで、何でも知ってます。川田さんはメンバーのこと本当に何でも知っていて、まあ、今までの卒業したメンバーも現役メンバーのことも全部把握してる方で、すごい人数でしょ。でもそうですね、だから白石さんの体重も知ってますよ。せーの、52kg です。違う、なんでちょっとやめた。自分で言ったの今。言っちゃった、52kg。 今せーのでやめてくださいよ。そしてまた結構リアルな体重なんですね、リアルな。違う、止められると思って言ったら、なんでせーので言っちゃうの。言いませんよってやつ。そうそうそう、アイドルなんか体重言いませんよの流れでしょ。だったのに、あ、でもちょっとだけ痩せたんですよ、うん、あ、そうなんですか。52kg、はい、あ、そうやろうなっていう感じの体重ですもんね。ドヤーみたいな感じで言ってました、はい、でも痩せたんですね。ちょっとだけ痩せました。はい、ちょっと皆さんはそうは思わないと思うんですけど、初めましてですからね、はい、でも、安住さんとか何百人かいるメンバーというか、もうみんな分かってるんですか。そうですね、今現在やっているのが70人ぐらい。はい、はい、そうですね。じゃあどのメンバーのプロフィールも大体頭に入ってるってことですか。すべて入ってますね、性格も。性格も、ちょっとこの今日のお二人の性格言ってくださいじゃん。もうですね、宮野さんは、はい、今日このラジオめちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。はいはいはい、はい、あんまりこうやって出てお店の外に出て喋ったりしないのではい、はい、緊張してるんですよ今。緊張してるんですか。緊張してます。人何人飲み込んだかわからないぐらい。今時の声まだ人を書いてる思うんですね。3人ずつ飲んでます。手にめ
ちゃ汗かいててすごい、もう今日真夏日らしいんですけど、それ以上に書いてます。びっしゃびっしゃ、下が結構あのタオル地みたいな感じで良かったなと思ってます。いやすいませんよ、そんな汗そう緊張しいな、ね、緊張しいなんですけど、うん、やっぱりなんか伝説的に言えば、あのこの前 TV ショーにね、テレビにね、はい、うん、出て宮野さんが出て、なんかちょっと跳ねて、みんなが宮野ねりを検索して、はいはいはい、秋葉原バックステージパスのホームページのサーバーが落ちるっていう、うん、すごい、ありがとうございます。本当にあの私がすごいのかサーバーが弱いのかってどっちかっていうそんな感じではあるんですけど、それすごい。じゃあそこから結構すごい人気なんじゃないですか。じゃあツイッターとかも ねフォロワー増えて、一気に700人ぐらい増や、あのフォローしていただいたんですけど、うん、最近あの徐々に減ってって1日に5人ぐらいは減ってます。あれなんかちげえぞってな感じ。140日後にはもう結構いなくなる計算上は1400日。ツイッターも意味が分かんないです。宮野さんのツイッターとかも、はいはい、あの、たわし分かります？ゴシゴシするたわしですか？ゴシゴシするたわしです、うん、ね、白井さんも知ってると思うんですけど、ゴシゴシするたわしに何かつけてるんですよね、うん、そうです。あのいや顔がついてるんですよ、たわしに。はい、そう、どういうこと、どういうこと、どういうこと。でそのたわしに顔がついてるのをあの友達として可愛がってます。怖い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 。どういうこと、どういうこと。顔がついてる。ペットってこと？ペットです。え、タワシが？ペットであり友達でありライバルでもある。ライバルですけど。良き関係を築いてんだよ。そうです。え、唯一無二の。家にいるってこと？家にいます。今もリュックの中に入ってます。あとで見たい、はい、ありがとうございます。かわいいですよ。タワシっていう名前でツイッターとかインスタグラムとかもさせていただいてます。へー、SNS ほら引いてますよ、鎌田さんと静香さんが。そんなに引くもんなんですね。すげえやつまた来たな。ただそのたわしをめでたことによって、ね、また TV ショーも出まして、それで、すごいすごい、ありがとうございます。変わった子なんですね。可愛いんですよ、うん、でもあの多分見ていただければ分かります、このたわしの可愛さ。はあ、はあ、はい、でそのたわしの可愛さに通じて結構あの本物のたわしの方も詳しく知識あのいろいろとインプットしつつあって、あ、そうなんですよ。あの今おすすめのやつがあの白っていう結構黒いたわしなんですけれども、それあの皆さんあの本来のたわしより結構あの高めの高級な方のたわしでして、あの柔らかめのたわしなんですよ、あの想像してらっしゃるのより。でそれがあの普段はあのフライパンとか傷つきやすいんですけど、たあのパーム、一般のたわしはパーム足でできてます。もうええかな。もう無理やわ。え、無理無理。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、あのサイザルアサに行くまで。何？サイザルアサっていうたわしもあるんですけど。いや、いい、あ、大丈夫です。もういい、あの、うん、あの、たわしの博士をゲストに呼んだわけじゃないんで。あ、そういう子なのね、宮野さんは。たわしが大好きです。ハリネズミみたいな感じ。まだ引っ張る、そこ。たわし引っ張る、大ちゃん。そんな感じで、ね、はい、ありがとうございます。はい、はい、分かったのか分からんのか分からんような人ですけど、はい、白石さんはどんな人ですか。白石さんも一生懸命なんです、うん、あ、何事も純粋すぎて、あの、いい子すぎてダメなんです。もういやー、いい子すぎてダメ、で、あとおしゃべりを始めると、はいはい、やめないんですよ。ずっと喋ってるんですか。一人でずっと喋ってるんです、はい、すごい。あのそのバックステージパスでのステージも30分ぐらいとかなんですけれども、はい、本当にほっといたら一人で15分ぐらい喋ってるんですよ。もう今日おとなしいじゃないですか。そう、あ、そうですか。喋って全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。いいですよ、話しても。そんなフリーな状態で話せるんですか。何にも問題ない状態で。そんな滑らない話みたいな感じで喋り出すわけじゃないでしょ、だって。なんか例えばこういう一面があるんで、その真面目以外に例えばどういうところあるんですか、そのなんか今興味持ってることとか。興味持ってることですか、うん、でもなんか結構20、あ、うん、なんか豆知識がいっぱいあるなと思って。豆知識の方向、はい、あ、これ聞いておりますよ、僕も。ぜひちょっと一つみんながへーっていうような豆知識お願いしていいですか。豆知識ですか、はい、いっぱいあるんですけど、はい、何がいいですかね。動物の豆知識が得意ですもんね。動物聞きたい。あ、動物の豆知識だ、はい、だからの前も言ったんですけど、はい、白熊全員左利きとか。これすごいでしょ、ひかりちゃん。白熊は全員左利きらしいです。全員左利きで、すっごい。猫とか大体 A 型なんですよ、もう血液型とかが。でゴリラがみんな B 型なんですよね。
え、急に来た知らないですけど、そうなんですか。ヒカルちゃんだから多分動物言ったらなんか豆知識くれんじゃない、なんかこの動物の豆知識ちょうだいみたいな。タヌキ、タヌキですか。あ、タヌキの豆知識を。タヌキ、あ、私の実家の庭に3匹いるんですよ。それ豆知識ちゃうやん。それ豆知識ちゃうやん。動物腐れてるの。家が、うん、あの祖父が結構、あの祖父だけ資産家だったんですよ、結構お金持ちで。今おじいちゃんだけが結構お金持ちだったんですよ、うん、で、あの祖父の家に引っ越したら結構なんか森林というかなんか150坪、あ、じゃあ350坪結構大きいお家に引っ越しまして、うんうん、庭がすごく広くて、うん、結構イタチとかタヌキとかが住んでて、もうそこに、うんうん、家に3匹います。え、すごいですよね、この豆知識。すごいわ、豆知識。いや、もうおじいちゃんは金持ちっていうことしか入ってけないそんなバグステそこだって言っちゃうんですから。まあ、バグステのこのお二人、今ラジオ聞いててね、あの、はいはい、関西の方ですけども、はい、もうもし行きたいってなったら行けば結構毎日会えるんですか、はい、会えるもんですか、うん、いますね、会っていただけるならば。指名とかもあるってことですか、はい、ないんですか、ネリさんに会いたいよみたいなのは言っても無理なんですか。バクスの店内ってあのただカフェ店員がうろうろしてるみたいな、そういう言い方は悪いですけどちょっと、うん、そんな形態なので、うん、あの指名とかじゃなくて、あのそこにお席に座っていただければ、私たちがこう、うん、提供とか、うん、あのドリンクを持って行かせていただいたりして、そこでちょっと軽くおしゃべりとかもさせていただいたり、いろんなメンバーが出勤してるので、はい、もう結構もう10人以上いるんですよ、はいはい、平日のちょっと5時までだけ、オープンから5時までだけ5、6人なんですけど、そこからも結構2、30人増えまして、いろんなメンバーがお話しに行くっていう感じなんですよ。なるほどなるほど。で、Twitter っていうちょっとアプリというかあれがをみんなやってまして、メンバーが、はい、多分知ってるツイッターって最新出たもんじゃないから、私流行り物早いでしょみたいな、ツイッターってものがあるんですけど、はい、それにもうみんなあのやってまして、はい、そこ見ていただいたら、もしあの気になるメンバーいたら、はい、出勤とかも書いてる子が結構多めなので、はいはい、そこでチェック、まあ、書いてない子もいるんですけど、まあ、チェックしていただいたら、まあ、いる日が分かるっていうのは、はい、はい、分かりました、ね、はい、はい、ありがとうございます。なんか告知とか大丈夫ですか。あ、あります、告知。じゃあ一つ、じゃあ告知を。はい、私たちのバクシュ外神田一丁目のメンバーの1期生の萌野あずきさんがですね、なんと、はい、萌野あずさんが、はい、あの大食いの方で大活躍しておりまして、なんと今回爆食女王に第3連覇ですね、3連覇もこれ初らしいんですよ、あの、はい、史上初、うん、はい、3連覇しまして、そちらを記念したキャンペーンが6月に、はい、秋葉原バックステージパスカフェ店舗でありますので、もしかしてごめんなさいすいませんね、終わった話したあのこういうところなんですよ、白石さんの、あのさっき白熊の話も前に言ったんですけどから入り始めて、前に言ってないじゃん別に、ね、初めて来たんだからすいません、そういうとこあるんですけど、まあまあそういうこともやってたよっていう、萌野あずきさんもいるよってことを覚えていただきます。6月にあ、すみません、今日7月15日なんですか。そうだ、あ、そうです、もういいですか、じゃあ、あの、まあ、秋葉原バックステージパス店舗、あ、今言ってくれる、はい、秋葉原バックステージパス店舗はあの毎日営業中ですので、ぜひさまざまなキャンペーンも行っております。またあの萌野あずきさんのキャンペーンもやれたらいいなということで皆様のを心よりお待ちしております。11時オープン、11時閉店でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、本日のゲストはバックステージ、パスより、白石由紀さんと宮野ねりさん、そして2レンジャーの川田あずみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。